では10月26日、後楽園ホールにて開催されますスターバトルジャパンの、全対戦カード発表記者会見を行います。大会開催までの経緯などまずは明けぼの選手にご説明いただきます。お願いします。皆さんこんにちは。まずお忙しい中、たくさん集まっていただきありがとうございます。この10月26日の大会の経緯ですが、今年6月、トリプル A に呼ばれて、タグリーグのワールドカップに出させてもらってすごい、感動しまして、ぜひ、このような試合も東京のお客さんを見せたいなって思い、10月26日開催することができました。本当にこの大会やるにあたっていろんな人たちの力があって初めてできて、 SP 広告さんも一番大きな力になっていただいて本当にありがたいと思ってます。10月26日は多分今まで見たことないような大会になると思うんです。ぜひ皆さん生で見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。プロレスリングの丸藤選手に一言お願いします。はい、皆さんこんにちは。プロレスリングの丸藤直道です。この度は、トリプルアの日本公演の方に、参加させていただき、大変光栄に思います。まあ、さっきのメキシコでの、トリプルアの公演では非常にいい経験をさせていただいて、これはまた日本の皆さんの前で試合できるというのは非常に、僕も楽しみにしてますので、さらに、メインイベントの方で、レイ・ミステリオ、そして、明けぼの選手と組ませていただくということで、相手にも本当に、色の濃いメンツが集まっているので、このメンツの中に埋もれないように、一生懸命試合をしたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。石森選手お願いします。はい、今回トリプルエアからもう20人近くの、選手が来日して、こんなにね、豪華で贅沢な大会はないと思いますので、思いっきり楽しもうかなと思います。そして対戦相手の、ドラゴとアイロンスターに関してなんですけど、トリプルエアが、ね、代表する本当に、ね、いいキャラクターで、すごいハイフライヤーな選手だと思って、その選手と自分が絡んだらどういう試合になるかなっていうのも期待してもらえたらいいかなと思います。以上です。この選手のメインカードの説明などそうですね、メインカードはやっぱり向こう側も、テレビとかいろんなことがあって向こうでもう見られる試合ではなく、普段やってる試合ではなく、なかなかメキシコでできないカードを組んでくれって言われまして、このカードに、至ったわけです。で、セミも今年のドラゴンメニアのメインイベントのカードなんで、そのまま日本で、やっていただきます。はい、ありがとうございます。それではマスコミの皆様から質疑応答を受けしますが、ご質問ございますでしょうか。アトム選手とマルス選手、そのトリオを組むレイニステル選手です。どんな印象で。もう僕からしたらスーパースターですし、まあ、先日同じカードの中にはいたんですけども絡むことができなかったんで、まあ、今回は、隣に立たせてもらうということで、まあ決して大きくない体の中に凄まじいオーラを持っているのは感じたんで、それを今回リング上で隣でぜひ、感じて、もし次回があるならばその対角線に立ってみたいな、そういう相手です、はい、そうですね。自分も同じくまあね、プロレスファンの一人として WWE とか長年で見てるんで、
あの今丸藤選手と同じようにできれば当たりたかったですね。その僕の得意スプラッシュとか耐えられるかどうかをちょっとしてみたかったんですけど、まあ、今回は組むということで、こう2人がもう速い動きするんで僕が力で止めます。他に質問ございますでしょうか。はい、いや、すみません。お三方のトリプルアに参戦されたときは今のトリプルアの印象について一言ずつお願いします。そうですね、やっぱり現地で、体験したというのはやはりその国技というルチャリブレ、日本とは全く違う雰囲気の中で試合をさせてもらって、本当になんていうのかな、まあ、選手もそうなんですけど、お客さんも一つになって本当にみんなで盛り上げてる、みんなで大会を作ってるっていう、そういう雰囲気をひしひしと感じたので、ぜひとも日本でもそういう雰囲気で日本のお客さんも楽しんでほしいなと思います。そうですよね、同じように、行ってやっぱ会場と一体感になって、プロレスはやっぱこうじゃなきゃっていう気持ちはなりますよね。ぜひそれも日本で、本当日本のお客さん、味わってほしいなって思います。はい、自分も同じなんですが、やっぱりトリプルアの現地で感じる雰囲気は本当に北見で本当に日本の相撲のような雰囲気があるので、本当にお客さんと自分らが本当に楽しめるような空間をまたこの大会で作れたらいいなと思います。僕なんて初めてに近い分野されたよ何もしてないのに分野されたよ出ただけで分野されたよ。丸選手と横綱は組むのがちょっと久々ですけど、久々オールトゲザー、そうですね、はい、そんなこともありました。わあ、今回に関してはどうだろう、本当に大中小みたいな見た目がただそれだけでね、絵になるんじゃないかなと思ってるんで、はい、まあ、それだけで終わらせないような試合をしたいと思いますし、お見せしたいと思いますし、うん、非常に心強い、ただその一言です。大と小が心強いです。で、僕は知らないのに負けないように、ちょっと運入で行きますからね。よろしいでしょうか。スタイルちょっと合わせようかなっていう気持ちは。いやいや、合わせますよ。本当ですか。合わせますよ。一晩限り飛びますよ。こちらお願いいたします。